自然の風景の前で暗い色の衣装の女性がこちらに微笑みかけます。イタリアルネサンスの巨匠ダ・ヴィンチの名作モナリザ、1503年から1506年頃に描かれた本作のモデルはイタリアの商人の妻。その滑らかな肌はスフマートと呼ばれる薄く溶いた絵の具の層を重ね、微妙なグラデーションを作る技法で描かれています。そしてモデルは角度をつけて斜め前から姿を捉えられ、遠くに青く霞む自然の風景の前に表されていますが、これらはルネサンスの頃からポピュラーになった肖像画の描き方です。モナリザはルネサンス期にすでにラファエロのような画家の肖像画のお手本となっていました。早くから芸術家によっても注目されたモナリザはまさにルネサンス絵画の代表作であると言えるでしょう。